We'll be starting in just a moment. で、ここ今狙ってるのは魚礁で、今水温がね、今日で 5.1 度あるんですけど、昨日とかまで 4. 何度とかあったんで、多分ね、ほとんどバス引かないんですよ。で、フッキングした後に魚が本来走ってくれたりとかして、フックってかかりやすくなるんですよね。フックアップさせようと思ったら、だからそのフッキングがね、かからないんですよ。だから逆にこっちからかけてあげる釣りとか、かかっちゃう釣り系じゃないと。メタルバイブとかもね、口にかかってて途中でファイト中によく横にかかったりとか、外れちゃって横に行っちゃったりとかもするんで、この時期はね、それでバレがすごい多い。でもメタルバイブでも魚礁とか引っかかるじゃないですか。引っかかって外して近づいてもう一回投げたらすぐ釣れたりとかするから、意外とね、魚が多いはず。ちょっとメタルバイブ入れよう。寒い。メタルバイブいくね。おお、めっちゃ引く引く引く。かかり多分めっちゃ浅いと思う。で、メタルバイブはもう絶対にやり合っちゃダメ。これね、イフリーとかこうやって追従していくでしょ、魚にちゃんとこうキュッキュッて。これがね、アルトナイトで全然ね、バリやすかったりとかしちゃうから、一瞬だよね、やっぱりね。サイズはでかいよ、めっちゃ重たいから。よっ、うえー、でかい。はい、食った、メタルバイブでかいね。真冬の一撃。あのリアフックをね、あのフロントはダブルの21で、後ろをツインの RBM のスプリットリングかまし針になるんですけど、これがね、結構稼働してくれるんで、魚かかってもその分しっかりね、動いてくれるからバレにくい。だからリアフックはね、結構僕はメタルバイブはこのツインを使うこと最近多くなってます。はいね、いい仕事してくれた。いや、危なかったね。これ食うな、マジで。このタイミングしよう、食うとしたら。食った。よっしゃ、食った。よし。このタイミング言うたら食ったね。なんだけど、今もね、風弱くなって食ってるからね。でも、クラッチ効いてね、やり合うのよ。普段口がっぽり入ってると思う。みたいしっかりな、バイトが出たら。ういよいしょ、ういはい、ます。で、これのいいところは、ここいいところにかかって二つにかかるからね、割りにくい。このツインフックのいいところは
本当に今風が止まった瞬間ですよね。さっきまで南風吹いてて、今これ北西の風に変わってきてるんですけど、この間に今ピタッと一瞬風止まったんですね。その瞬間がタイミング、この冬の変化をね、少しでも感じ取りながら冬は釣りした方が絶対ですね。意外とね、そういう本当小さいタイミングでね、食いがねすごい深くなったりとかもするんで、今のやつはもう完璧にね、吸った、吸ったのが分かるぐらい。来たよ。まあ、こうやってゆっくりね、ゆっくりゆっくりやったら取れるから。で、ゆっくりとはね、やっぱ耐えてたら少しずつ上がってきてくれるから、終わるまで待って、よいしょ、で、魚を取る、よいしょ。でもかかってるところはもうほんと浅い、もうほんと乾いてないね、こうやってかかるから、だから魚がポンと外れてこっち側にかかってるんだけどね、こう泳いでる最中に外れて、その勢いでこっちに外れてるから、メタルバイブはすごい幸せ。このここでかかってるから、よりねいい針をどんなに使っても冬は吸う力ないかな。吸う力っていうのはこう加える力ね、加える力がないからメタルバイブは抜けちゃうんだよね。でもしっかりやりとしたら釣れると。ただこれもある程度越冬してるやつじゃなくて、ちょっとやる気になったやつしか落として反応するやつって食えるやつなわけじゃないですか、言うたら。だからもっとね反応が悪くなったらね、もっとゆっくり巻いたりとか、もうそこから離さないようにしないと食わなかったりとか。で、琵琶湖の場合はどっちかっていうと流れがあったりとかするんで、その風がなくて例えば放水量が増えたりとか、意外と魚もうちょっと浮いたりとかするときは、ジャックベイトとかで二の毛のジャック でポーズで浮かして釣ったりとかする方が意外と早かったりとかもするんで。食ったよ。よいしょ、よいしょ。レディーゴー。お、来た。おお、来たよ。手前めっちゃ来た。おーい、猫でも食うようになりました。ね、こうやって耐えてるだけで、これ 66M っていう時なんですけど、見て、ほら、6ポンドのビニールでも、ほら、簡単にこれぐらいの場所だったら、上がってきちゃう、こうやって。ほとんど、ね、初めはちょっとドラグ緩かったから出ちゃったけど、こうやって、ほら、もう上に行ってきた。ね、で、あとは、キャッチ、イエーイ。やっぱりちょっとボリューム上げたら食ったんですね。今日はイフリートの S66M ソリッド RF。 はい、お疲れ様でした。2月の琵琶湖ということで、日中はね結構意外と太陽が当たってくれたことによってかなり暖かく釣りできたんですけど、でも実際釣れたのは午前中ということで、ね、まあ結構その一つのタイミングがあったんですけども、何回も何回もチャレンジしながら釣っていくのが冬の良さでもあるんで、すごく堪能できたなと思いました。でね、またイフリートもね、いろんな使い方が実際今回もしてると思うんで、ぜひ見ていただければなと思います。